秋の叙勲で大綬章を受章した人たちの親授式が皇居宮殿竹の間で行われました。栄典の授与は憲法に定められた天皇の国事行為で、陛下は前参議院議長の伊達忠一さんに今回最高位となる桐花大綬章を、前自民党総裁の谷垣禎一さんらに旭日大綬章を直接手渡されました。式に続いて陛下は受章者や配偶者と面会し、長年それぞれの務めに励まれ、国や社会のために、また人々のために尽くしてこられたことに深く感謝いたしますと祝福されました。この後受章者らは秋晴れの下勲章を着用して記念撮影に臨みました。